ライブ配信ラブアートスタジオ太田始めます。主催の大田区文化振興協会担当者の荻野です。このライブ配信はリレー形式で大田区の現代作家の皆さんにアトリエを見せていただくという内容になっています。このトークライブはですね、大田区にまつわる人、物、ことを生かす太田アートプロジェクトの一環となります。ではまず、今日の聞き手役の特殊照明作家市川さんに、はい、変わります。どうも市川です。今日は青山ホトル君の、スタジオに来て現場で、リポートしたいと思います。紹介です。青山さとる君は同じ大田区でアトリエを構えていて、まあこのコロナ禍でもエブリデイアートマーケットをを考案して60作品を完売したという実績をもうこの期間中に自立した作家です。はい、じゃあ青山さんです。はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。青山です。はい、僕は今ここ大田区の下丸子なんですけども、下丸子でスタジオ10年以上、15年ぐらいなんですか、構えて、この古い工場用ミシン、ミシンで作品をずっと作っています。これシンガーミシンで、多分1940年代ぐらいの、ミシン、もうひたすらなんかこれで、制作しています。ベルトは革で、ベルトは革でいるんだ。これ多分もうあれなんですよ、本当になんか工業用ミシンで最新のミシンじゃないから結構扱いが大変で、最新のミシンってで3箇所ぐらいこういって通すの多分なんかできるんだけど、これ14箇所ぐらい通さないと見てないミシン、その代わりなんかもう分厚い布にも縫えたりとか、すごいね、機械だねこれ。そう、壊れない。これも学生の時から使ってても もう20年以上同じミシン使ってるのかな。でなんで刺繍なのよ。なんで刺繍なのか、っていうのはですね、テキスタイル科にいたんですよ。そうテキスタイル科にいて、イギリスで、まあ、いろんなことやったんですよ。旗織りとか、旗織りとかね、シルクスクリーンとかいろんなことやって、でもなんとなくこうなんだろうな、相性が良かったというか、まあなんかミシンみたいな割と最初から扱えたっていうのと、やっぱりその当時ね、絵は描きたかったんですよね。絵は描きたかったんだけど、おじい様が絵描いた、ね、そう画家ですね。覚えてます、なんか20年前ぐらいって普通になんかキャンバスで絵描いちゃいけないみたいな雰囲気あった時代じゃないですか。でね、その絵のリバイバルとか来る前の時代で、このオルタナティブな方法で絵を描いたりとかできる術を探してて、だからシルクスクリーン と、ミシンがなんか残って、なんかね、その絵の知事体と自分との間に一個、それこそ黄金みたいになんか機械をかませたかったんですよ。それでなんかもうずっとそうミシン使ってやってます。いや、色数もすごいよね。結構バラバラに入ってますね。めちゃくちゃだよね。まあめちゃくちゃ、これあの釣り足しソース状態って僕は呼んでるんだけど、僕の方にまあ言ってみたらね、これ本当学生の時から使ってる糸もあるんですよ。でもう自分で何を持ってて何持ってないか分かんないから、なんとなく足りなそうだったらもう探す前に買っちゃうから、こうなんか足されていくんですよ。だからもう串カツ屋の釣り足しソースですね。秘伝のタレ。湯沢屋とかに買います。そう湯沢屋に買って。でもいくつかなんかロンドン僕イギリスの学生やってたんだけど、そうその時代の糸とかもまだありますね。お、ここにあるのが僕の最新作、ブルーインパルス。あ、この間のこれです。ブルーインパルスってやつね。そう、ブルーインパルスのこれ書いてあるよ。もともとは1枚の画用して、そのブルーインパルスに対するいろんな意見ありましたよね。なんか、はい、もう素晴らしかった、感動したって人もいれば、なんかね、税金の無駄遣いだとか、まあね、次練馬区美術館でグループ展があるので、そこで、出そうかなと思ってます。いい影出そうだね。特殊すぎる照明作家。何これ、こんなでかいのあんだ。
そう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 、もう1年ぐらいかかっちゃってる。そうだね、これは1年はかかってないですけど、去年の10月ぐらいからあのぼちぼちとやってる、まあ、1800年代のトラファルガースクエアで行われてるデモのシルクスクリーンプリントの上に、なんか現代のあらゆる国のデモの旗をこうコラージュした。この中にカルロス・ゴーンとかいますよ。探せます。あと、トゥンベリ様います。グレタ・トゥンベリ様。もういろいろだね、もう。新しいネタもあるし。まあ、まあ、古いのだと、一番古いのだとどこだろうな。まあ、その表現の不自由の旗とかもあったりはするんですけども。結構、まあ、ね、うん。そう、最近のだと、それこそこの間のブラック・ライブス・マターとか、あのジョージ、ここにジョージ・フロイトさんの顔があります。うん、ずっとこのコロナ期間中、多分国際女性デーのあたりが最後で、ずっとなんかデモってやっぱり止まってたんです、みんなステイホームで。それこそデジタルデモみたいなのが行われたんだけど、で、まあ、しばらくずっとこの作品もアップデート出てなかったんですけども、最近になって、ね、やっぱりあのブラック・ライブズ・マターでものすごいコロナのリスクを、ね、追ってでもこう外に出てデモをしてて、まあ、そういう状況とかも今反映させながら作ってます。実際のところいろんな、ね、あの考え方の違いとか価値観の違いみたいなものっていうのはこの日本に行ってもあると思うんですよ。あのでもそのいろんな人たちの立場の違いみたいなものとか価値観の違いをちょっと可視化して、一つの画面で表現しようっていう、まあ、そういう作品で、ここにここだけなんか自分の、ね、オリジナルの旗があって、カムシー・ワッツ・リアルって書いてあるんですけど、まあ真実を、ね、見に来いっていう書いたんだけど、まあもう一つの意味としては、まあ、実物見に来いって書いてあって、うん、まあ、自分の作品実物見てくださいっていう、まあ、そういうそこに持ってくのね。そうそう、本当なんか個人的なそういうちっちゃいところから、でも今ね、くしくもこうコロナ禍になって、うん、あのみんなねオンラインで作品見るようになってきて、やっぱりなかなか実物って見なくなってますよね。だからそのオンライン時代にそのね、あのまあ実物見に来てくださいっていうのと、プラスなんかオンライン時代でそのフェイクニュースの話とかもあって、何がこう本当に何が嘘か、やっぱり情報に自分たちも踊らされちゃってる面もあるので、まあ、そういう、まあ、いろんな意味を込めてここに、ね、あのカムシー・ワッツ・リアル。現代美術だね、これこそ。現代美術ですよ、ね、だって現代美術家だもん。結構世界地図とかはよくモチーフにあるじゃない。そうですね、これも地図みたいなもんだもんね。まあ、世界中で起きてる、まあ、縮図ですよね。そう、うん、これはね、今から作品になるの街のやつらです。吐く糸入れするんですよね。糸入れします。何しようかなと思ってて、右はあの水戸でから送られてきた白衣、左はなんか香港の友人から送られてきた白衣で、ね、そういう仕事が多いんだよね最近。こう送られてきてそれにこうやって手を加えて仕上げる、まあそういう仕事がもう送られてきてね、まあ、そういうこともやってるか。でもほら一緒に高価で、ね、展覧会やったじゃないですか。あの時とかも公開制作をしてて、クラウドファンディングで、ほらシャツ持って行ってくれたら、うん、その場で縫うみたいなことやってたんですよね。まあそういう手法がもうできる。そうそう、だからちょっとしたね、あの時の経験がなんかこのエブリデイアートマーケットのなんかちょっとカジュアルな刺繍をしていくみたいな。そうでもね、あれは大田区の作家としてはすごくね、うん、エポックな出来事だった。あそこのオープニングに、うん、2、30人の作家がガーッと集まっていったっていう、ね、そこから始まってるところもあるし、ね、大田区の工場のなんていうか、うん、特徴的にこう作業をどんどん分業化でお隣の工場に回していくっていうような発想でなんか製品を作っていくんだけど、アーティストでもそれができるんじゃないかなと思って。まあできますね。以前ほらコラボした時のあれも、そうこれなんですよ今。そう、実はあの平さんに、ね、前映像作品作るときに照明で手伝ってもらって、この作品、コンピューターミシンがね、全自動で、まあ、ウィリアム・モリスの直筆のテキストを縫っていくっていう、そういう、これ今あの、オペラシティで、ドレスコード展っていう展覧会で、4K のプロジェクターで展示されています。このね、この後ろで人力で青白いこの光は、そうそうそう、あの私の
水銀灯です。そう、人力でこうやって振ってんだよね。微妙にちょっと未来感出したかったんで、ね、そうそう、だからこの影が微妙に動いてるんだよね、うん、でもこれよくよく考えると室内で影がすごい動いてることなんかないから、だから結構実は演出かかってて、何もね、未来の要素は本当は何もなくて全部現代のテクノロジーなんだけど、だけどまあ見た時にちょっとしたね SF 映画みたいに見えたらいいよね。ちょっと青山悟はいなくて、そのコンピューターが作品を作っていたっていう発想なんですね。じゃあ、そろそろあのそうです、ね、来週の出演してくださる作家さんを紹介していただいてもよろしいですか。あ、僕はですか、はい、じゃあ松本力さんをじゃあ僕はすごいところ持ってきたね、はい、ありがとうございます。そんなゆっくり喋ったことないから、いや面白いと思うよ、楽しみです次回第4回、松本力さん出演されます、青山さんが聞き手役をします。はい、ではよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。